はい、もちもち TV のもちです。以前嵐の全シングルで一番使われている、まあ、単語、まあ、二字熟語、漢字の二字熟語は何なのかっていうのを徹底検証したと思うんですけど、まあ、その企画の第2弾ということで、まあ、今回は平成ジャンプの全シングルの曲で、まあ、一番使われている、まあ、二字熟語、まあ、漢字の二字熟語を調べていきたいと思います。まあ、嵐の全シングルで一番使われている二字熟語は、まあ、明日っていう感じだったんで、まあ、平成ジャンプも果たして同じ結果になるのか、はたまた他の単語が1位を取るのか、まあ、それに注目していきたいと思います。では、早速検証していきます。はい、まず1曲目終わりました。1曲目が終わってトップは、こちらの地球選手ですね。地球選手が4票でトップで、まあ前回王者の明日選手なんですが、早速最初の曲で2票獲得ということで、まあ王者らしいまずまずなスタートを切っていますね。はい、5曲目まで終わって現在はこんな感じですね。トップはなんと意外や意外、冒険選手ですね。まあ、冒険ライダーという曲があるので、まあ、そこで一気に7票稼いだ感じですね。そして前回王者の明日選手ですが、現在3票ということで、あんまりいいスタートを切れてないかなっていう感じですね。現在6曲終わって3票ということで、まあ、これから逆転するのか、猛烈な追い上げがあるのかに注目ですね。はい、10枚目まで終了しました。まあ、曲で言うと11曲分ですね。それでですね、1位はなんと未来選手が12票で1位ですね。まあ、未来選手はまあ嵐の集計でもまあ悔しい第2位に終わったということで、まあ、今回悲願の優勝なるかというところですね。そして王者明日選手はまだ4票ということで、これはちょっと追い上げが厳しいんじゃないかなって。まあ、平成ジャンプは24枚目までシングルがあるとはいえ、まあ、ここから底力を見せて猛烈な追い上げをするのかというところに注目ですね。はい、検証が終わりました。まあ、平成ジャンプは、まあ、シングルが、まあ、24枚目までしかないということで、まあ、それでも、まあ、カップリングというか、まあ、両 A 面シングルか、両 A 面シングルを入れると、まあ、30曲になるんですけど、まあ、だからかかった労力としては、まあ、嵐の半分以下なんですけど、まあ、それでも結構大変だったなっていう印象ですね。まあ、皆さんも結果が早速気になると思うので、まあ、今回はパッパッパッと、まあ、とりあえず6位から10位までご覧ください。6位から10位はこちらです。はい、この10位に6つの言葉が、まあ、全部並んでるんですけど、永遠一生、言葉、時間、最後、勇気ということで、まあ、この6つが、まあ、ランクインしましたね。まあ、でもこの6つは結構、まあ、出てくるんじゃないかなっていう、まあ、普通に歌詞に出てくるんじゃないかなっていう感じがしますよね。そして6位自分、7位今日、8位運命ということで、まあ、この辺も結構妥当かなっていう感じがするんですけど、まあ、9位の、まあ、冒険っていうのが、まあ、結構冒険って入らない言葉だと思うんですよね、歌詞には。でも平成ジャンプには冒険ライダーっていう曲があって、まあ、そこで冒険って出てきて、そこでなんか票数を稼いだ感じで、まあ、9位にランクインしましたね。はい、そして注目のベスト5を順番に見ていきたいと思います。まず第5位なんですが、第5位は奇跡ですね。まあ、奇跡はまあ嵐のランキングでもまあベスト10には入ってこなかったんで、まあ、奇跡がまあ奇跡的にまあベスト5、5位に入ってきましたね。はい、そして4位なんですが、まあ、4位は同数で、まあ、結局同数で3位ってことになりますね。なんと笑顔選手と明日選手がまあ第4位になりましたね。まあ、前回王者の、まあ、嵐で王者になった明日選手が、まさかの3位ということで、やっぱ嵐と平成ジャンプはちょっと違うんだな。まあ、曲の歌詞が結構違うのかなっていう感じがしますね。まあ、しかも同率3位になってる笑顔選手も、まあ、嵐の中ではまあベスト10には入ってなかったんで、まあ、これもちょっと意外かなっていう感じがしますね。はい、そして第2位なんですが、第2位は世界選手ですね。まあ、世界選手はまあ嵐でもまあ第4位かな。第4位ということで、ジャニーズはもしかして世界規模を目指していて、まあ、それで結局どのグループの、まあ、どの歌詞にも世界って結構入れやすいんじゃないかなって感じがしますね。まあ、世界選手は堂々のもう安定感のある2位でしたね。そして注目の1位なんですが、まあ、注目の1位は未来選手でしたね。まあ、未来選手が31票ということで、まあ、平成ジャンプの曲が、まあ、24枚分なんですけど、まあ、両 A 面シングルとか入れたら、まあ、30曲あるんで、まあ、30曲で、まあ、31回出てきてるということで、もう平均1超えてるんですよね。まあ、嵐でも、まあ、明日選手が、まあ、平均1唯一超えたんで、やっぱもしかしたら、まあ、各グループごとに
一番使われやすい単語っていうのが一個ぐらい、まあ、決まってる、まあ、自然に決まってくるのかもしれないですね。まあ、嵐は明日が一番出てきて、まあ、平成ジャンプは未来が一番出てくるので、で、二つのグループの、まあ、回数を合計するとですね、まあ、未来選手が84票で1位で、まあ、明日選手が、まあ、83票で2位なんですね。で、この二つがぶっちぎってて、まあ、もしかしたら、まあ、ジャニーズ全般そう言えるのかもしれないんですけど、まあ、ジャニーズの曲っていうのは、明日って言葉と未来って言葉が入れやすいのかなって、一番よく出てくるのかなって、まあ、他のグループで検証してみないとわかんないんですけど、まあ、とりあえず、嵐と平成ジャンプを検証した結果、まあ、明日と未来が、まあ、この二つがぶっちぎりで出てくるので、まあ、他のグループももしかしたらそうなんじゃないかなと思いますね。はい、また機会がありましたら他のグループも検証していきたいと思います。はい、以上、もちもち TV でした。